フェルディナンド・フォンミューラーフェルディナンド・フォンミューラーフェルディナント、フォンミューラーは、ドイツ生まれで、オーストラリアで働いた、医師、植物学者である。ドイツのロストックで生まれた。両親を早く失うが、祖父母の下で良い教育を受けた。15歳から科学を学び、薬剤師の試験に合格し、キール大学で、ノルテ・エルンスト・フェルディナンド・ノルティの下で、植物学を学び、 シュレースビヒ南部の地域の植物について研究し、学位を得た。妹が健康のために温暖な地に住むことを勧められ、オーストラリアのパウスから戻った植物学者のルードビッヒプレースに勧められて、1847年に二人の妹とオーストラリアに移住した。アデレードで科学者として働きながら、最初の年からアーデン・山やブラウンさんを植物採取を行った。 アデレードから遠くないビューグルレインジェスに20エーカーの土地を買い、コテージを建てて農業をすることを試みたが数ヶ月で元の仕事に戻った。1851年に近郊掘り相手の商売をするために当時ビクトリア植民地の首都のメルボルンに移った。この頃、ドイツの定期観光物に植物に関する記事を掲載し、1852年にロンドンリンネ協会に 南オーストラリアの植物という論文を送り、植物学者の間で知られるようになっていた。1853年に、ビクトリア政府の知事、チャールズ・ラトローブは、ミュラーのために、政府植物学者のポストを作り任命した。ミュラーはそれまで知られていなかったオーストラリアコーチの、植生の調査を託された。バッファロー地域を調査し、ゴールバーン側の上流まで到達し、 ギップスランドを横断し、海岸に達した。アルバート港とウィルソン岬付近を調査し、メルボルンまでの2400キロを海岸に沿って旅した。同じ年に、ビクトリア国立栽培園を設立し、ミュラーの採集したオーストラリアの植物や外国の植物を栽培した。アウグストゥス・グレコリーの率いた探検隊にも参加し、ビクトリア側、北。 オーストラリアを探検し、1856年にターミネーション湖に到達した4人の1人になった。モートン湾への探検にも参加し、約800種のオーストラリアでの新種を発見した。1956年に、希少、またはこれまで記述されていなかった、オーストラリアの植物を出版された。 1854年から1872年まで、ビクトリア科学振興協会のメンバーで、この協会は後に、ビクトリア哲学協会となった。1859年に、ビクトリア哲学協会の会長となり、直居を得て、ビクトリア王立協会となった。1857年から1873年の間、メルボルン王立植物園の園長を務め、 多くの植物を栽培するが、ユーカリの優れた特性を世界に広め、ヨーロッパ、南北アメリカに導入させた。多くの外国から栄誉を受け、1861年にイギリスの王立協会のフェローに選ばれ、1879年に KCMG に助赦された。オーストラリアの自然科学の発展に貢献した人物に贈られるクラークメダルを1883年に受賞した。 アマデウスコの発見者である探検家アーネスト・ジャイルズを援助し、ジャイルズはフェルディナントこと名付けるつもりであったが、ミュラーがスペインをアマデオ一世の名をつけるように説得した。1873年にメルボルンの有力者から植物園の運営が学術的すぎることを非難されて植物園長を解雇された。公認の園長にはウィリアム・ギル・フォイルが指名され、 ミュラーはギルフォイルの名を付けた植物の属ギルフォイルアを廃止した。ギルフォイルは植物園をメルボルン市民の好む景色のいい公園に変えた。カイマルは植物の学名で命名者を示す場合にフェルディナント・フォン・ミュラーを示すのに使われる。ありがとうございます。